ゴーカーチャンネル。ボルボの XC60 のディーゼル仕様にまず乗りたいと思うんですが、今エンジンをストップしている状態です。で今エンジンかけました。で、まあ、かけますと、まあ、今オーディオをつけていない状態ですと、ほとんどですねディーゼルかつけていない状態でもですねディーゼルかどうか本当にわからないぐらい静かなんですね。これには本当に驚かされます。では実際に走らせてみたいと思います。で今回試乗するこの XC60 なんですが、グレードは D4 のインスクリプションというグレードの車です。まあ、XC60 のディーゼルの中では最上級モデルというグレードの車です。で、まあ、今まだエンジンかけたばかりなので今信号待ちでも特にアイドリングストップはしておりません。ですが、この状態でも本当に音は静かですね。どちらかというと今外気温が29度で、車内の温度設定を、まあ、今23度ぐらいにしてみましたが、エアコンの風の音の方がより聞こえるなというところです。今ファンは2の位置になっているんですが、この状態でもほとんどエンジン音よりもこの風の、音の方がより聞こえるかなというほど静かです。もちろん振動などはもう感じられないと言っていいと思います。でメーターを見るとレッドゾーンがですね4800回転ぐらいからレッドゾーンになってますので、ああこれでなるほどディーゼルだなということがわかるわけです。でこのボルボ XC60D4 インスクリプションでオプションでこれエアサスペンションが装着されているモデルです。まあ、ちょうど豪華チャンネルで以前取り上げたガソリンエンジンのモデルはコンベンショナルなメカニカルバネだったもんですから、そのメカニカルバネとこのエアサスペンションの違いもですね今回まあついにレポートできればいいなというふうに思います。なおこれ簡単に車高を上げることができまして、ここでドライブモードをオフロードにしますと、今グーッと上がっていて、なかなかちょっと今のこの中のカメラではわからないかもしれませんが、こういう風に今車高が上がりました。で実はエコモードにすると一番低く下がります。でその間にコンフォートがあるというわけですね。でエアサスペンションはそういえば以前 XC60 のプラグインハイブリッドをお送りした時もエアサスペンションがついていましたけれども、まあ、今度はディーゼルでエアサスペンションがどんなフィーリングかといったところをレポートしていきたいと思います。じゃあまあモードとしては通常のコンフォートモードで一回走ってみましょう。でやっぱりトルクが大きいんですね。アクセルは本当にわずかに踏んでいるぐらいなんですが、ぐいぐい力を出していきます。もうディーゼルはこのフィーリングがですね私も大好きで、まあ、ディーゼルに乗る前まではですねガソリンのエンジンでこう高回転まで回した気持ちのいいフィーリングっていうのが魅力的に映っていた一人だったんですけれども、ディーゼルエンジンに乗り慣れてしまいますと、そのもうエンジン回転の伸びよりもですね低い回転でぐいぐい速度を乗せていくと、こういったフィーリングがとてもいいなというふうに思うようになりましたね。まあガソリンエンジンはガソリンエンジンの滑らかさももちろん魅力なんですが、このディーゼルの力強いトルクっていうのは魅力的なところです。静かになりまして、私の乗っている旧世代のといいましょうかです V60 のクロスカントリーですね、もうその乗り始めた頃はそれほど音は気にならなかったんですが、この車と乗り比べてしまうとやっぱりですね、さらにこの車静かになったんだなと、まあ、エンジンだけではなくてこの車はプラットフォームなども、新しくなったもんですから、そのあたりでもこの静粛性に関してはより、プラスに働いているとは思うんですが、そういったところもやっぱ
この新しい世代になって魅力的に感じる部分だなというふうに思います。アイドリングストップは残念ながらちょっとしませんね。試乗中になったらいいなとは思うんですけれども、でまあここから少し、まあ、空いた道でもありますけれども、どういう走りかというのをレポートしたいと思います。本当にこのあっという間に速度がもう思い通りの速度になりますね。このフィーリングを味わうとなかなか捨てがたい、ところでございます。でこのエアサスペンション、今路面の凹凸を超えたというか橋の継ぎ目を超えたんですが、橋の継ぎ目を超えたようなところでもですね、なかなかうまく足回りで吸収してくれています。でもやっぱり当たりは全体的に柔らかでふわっとした印象がエアサスペンション、まあ、いかにもエアサスペンションらしい、印象だなという感じがします。もっとも XC60 の元々のメカニカルサスペンションもですね、私は非常に、いい乗り味で好きだったもんですから、あれはあれで良かったんですけれども、まあ、例えばこれをですねダイナミックモードにしてみましょうか。そうするとエンジンのフィーリングも変わると思うんですが、少しここから、曲がりくねっていますので、曲がりくねったところをちょっと早めに走ってみたいと思うんですが、少しやっぱり当たりが硬くなりまして、少しこう路面のゴツゴツを拾うようなフィーリングになりますね。こういうところはどうしてもこのダイナミックモードにするとよりあります。でロール、車の横傾きはどうかというと、まあ、ここは少し大きいカーブなんですが、それなりにやっぱり起きますよね。エアサスペンションでダイナミックモードにしたところでもやっぱり車の背の高さはありますから、その分、車の横傾きは起きるなというのが正直な部分ではあります。ここ一旦停止でちょっと強めの加速してみましょう。ダイナミックモードですけれども、音だけ聞いていてもディーゼルかガソリンか分かりませんね。高回転になってもディーゼルかガソリンか分かりません。一回ちょっと故意に、2速に入れてみて、2速に入りますね。今4000回転です。ここから3000回転ぐらいまで落として加速をしてみましょう。加速、まあ、先ほど申し上げた通り、レッドゾーンがですね4800回転あたりからありますから、どうしてもこういつまでもこう気持ちよく伸びるようなですねガソリンエンジンの伸びっていうのはなくて、今もホールドで実は2速で、レッドゾーンギリギリぐらいまで引っ張ってやろうかなと思ったんですが、それより手前でもう自動シフトアップが行われました。ですからやっぱりこのディーゼルエンジンに関してはトルクの伸びを実感していただくのが、トルクの伸びじゃないですね、トルクの低回転からの発揮の仕方ですね、これをやっぱ実感いただくのがいいのではないかなというふうに思います。